枯れ込んだ姿でさ、これを言葉で表現すること自体がもうおこがましいレベルになって、タクシーだの、これが見たかったんですよね、私たちはね。はい、どうもこんにちは、ホルゲです。本日は植物観察ということで、あのビカクシダですね。まあ、ビカクシダもね、この植物観察シリーズ、まあ、そもそもはビカクシダだったので、はい、今回はあのビカクシダさんですね。今めちゃくちゃ枯れたところが近くに映ってるんですが、今ですね、このビカクシダ何がすごいかと言いますと、そうだ、ビカクシダさんの紹介ですね。これはあのビカクシダ P ウィリンキーセルスタッサですね。はい、このビカクシダ私がバンダカさんから購入してまあ 2,3 年経ったところなんですけども、今ですねもうとんでもない姿になっております。とんでもないという場所がここですね。このビカクシダのこれが見たかったんですよね、私たちはね。だからねこれをね育てているんですよね。高い金を払ってですね、高い金って言うとあれですけども、はい、非常にね高額なビカクシダですね。でメリクロンとかでもねあると思うんですが、これがねウィリンキーピーセルスさん、ウィリンキーピーじゃなくてウィリンキーセルスタスタさんですね。はい、ちょっと興奮してね舌が全く回らなくなっているんですが、このビカクシダさんのねこの今この状態のね胞子葉が非常に綺麗なので、ちょっと動画に残しておこうと思って現在ねカメラを回している状態でございます。分岐数ちょっとあんまやることもないんですけど、数えていきましょうか。今年の分岐数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32、あれこれどっちだ、数えたっけ、33、34、35、36、37、38、39、40、まあ40ぐらいしてますね。40分岐するビカクシダ、やばくないですかこれ。で今ちょっとねあっちにねこっちに窓があるんで、若干あっちの方向いちゃってるんですけど、でも照明をね当てまくってはいるんですが、まあ、どうしてもね太陽光の方にねわずかでもね向かってしまうんですよね。まあ、いわゆるこれはもう徒長の一つですよね。まあひとまずね元気に育っているんで、まあ今はねこの子に存分な環境を与えられていないのは、ね、しょうがないと思ってね、とりあえず元気に育ってもらっています。で購入中の姿があったのが、まあ、こんな感じですね。この頃から、まあ、こんだけ年数が経つとこういう風になるんだよっていうのをご参考になると思いますので、はい、でこっちの分岐数の方が数やすいな。うん、こっち数やっぱ、あこっちらが少ないですねやっぱね、うん、パッと見少なそう。いやほんと綺麗、このビカクシダさんほんと綺麗。そんなに言葉がいらないぐらいね、私のね高速なね絶好調って言われるねおしゃべりがいらないぐらい、いやもう言葉を失っておりますね。これがねセルソタツタさんですね。ちなみにセルソタツタさんこうやって胞子つけてるんですけども、まあ、これはね発芽しないそうですね。不燃性だっけな、胞子って言われてますね。はい、で一応裏面はこれその子みたいにして開いてるんですけど、で小株も後ろから取れてます。はい、いやーすごく綺麗だな、何も言葉が出てこないな。あちなみにあちらにいるのはネシコさんですね。ネシコさんもちょっとね、ネシコさんもここ折っちゃってるな、まあ、ちょっとその話置いといて、いやもうすごく綺麗、すごく綺麗、もうこれだけが言いたかったんで今回ね動画を撮影してみました。こんだけね綺麗な葉をね拝めるだけでねもう幸せですねちょっとねこれが言いたかったんです。はい、いやーすげえな。で私は基本的に非常に辛めでねこのセルソさんを育てています。セルソさんもね首折れ事件っていうのがよく多発しているんですよ。まあ、というのもね見てわかると思うんですけども、まあ、非常にね肉厚なね胞子葉ですね。はい、ペガサスとかに比べるとね胞子葉の厚みが2倍ぐらいあるんじゃないかな。だから、ね、結構重いんですよね。それで、ね、まあ首折れしてしまう原因だとかにもなってくるし、で貯水葉がねそのうちね出なくなるっていう癖もね時々あるそうですね。だからね首折れしやすいビカクシダなんですよね。いやー綺麗だな。ちょっとこのままもう5分ぐらいこうやってこういうの流してるだけでも十分かもしれない。いやほんと綺麗、こんなね植物がやっぱあるし、こんな姿をね見せられるとねやっぱビカクシダ好きになっちゃいますよね。もう LED 当てるとねより神々しく見える感じがねもうたまらないですね。ずっと見てられる、これやばい。いやー買ってよかったなって、本当何年か前の私ヤフオクでよく頑張りましたってすげえ褒めてあげたい。おおこれやばいな、ここの角度やばいなちょっとやばいしか言ってないんですけども、こんな感じですねセルサさん。非常に綺麗なビカクシダさんですね。
ちょっと今回の動画はね、こういうこの葉っぱをね、垂れ流す映像ですね。おそらくね、TC 内のセルソさんも、まあ3、4年後にはね、きっとこんぐらいの姿拝めてくると思いますので、いやもう楽しみにしててくださいね。もうとんでもなく綺麗ですよこれね。やっぱ今映像でお伝えしてるんですけども、映像とか写真でね、私ブログとかでもお伝えしてますけども、それではねちょっと伝わりきれないね美しさがねありますよね、この美覚師団さんにはね。本当セルソタツさん、セルソタツカルロスタツタさんにはね感謝しかないですね。お、この角度は今撮ってないですね。いやなんて言うんでしょう、なんて言えばいいんでしょう、もう言葉が出てこないですね。これを言葉で表現すること自体がもうおこがましいレベルになってきている気がします。綺麗すぎる、この枯れ込んだ姿でさえもう標本にしたい。いやキャピーンって感じですね。本当去年もねすごいなって思ってたんですよ。まあ、これがね去年最初に出た葉っぱだと思うんですけど、いや去年もこれすげえ綺麗な葉っぱだなと思ってたんですけど、今年はもう上回ってますね。上回りすぎる。はい、で今年実は貯水葉が無事に3枚出てきてまして、で貯水葉もセルソさんってね、私個人的に結構ここ尖ってくるんで、ビーチみたいな感じですよね。なんかビーチの字やっぱ混じってんのかなって思うぐらいね尖ってますね。で貯水葉はね比較的薄いんですよ。だから薄い貯水葉と厚い胞子葉のバランスがねまた整ってないあたりがね、このセルソさんの個性を感じるね美しさのね、やっぱね綺麗なものっていうのはね整ってないんですよね、意外とね。知らんけどそう、まあいつかね皆さんのところでも何度も言ってると思うんですけども、こういう葉っぱがねそのうち拝めると思いますので、はい、楽しみにしていてください。本当に綺麗なこの美覚師団さん、ぼーっと見てるだけでねただただ時が流れていきますね。どうしよう本当、どうしよう本当、これあっちのねあのまとまっちゃってる方もね今後どうなっていくのか、やばい星葉に触ってしまった。今のところ私この星葉を触ったことほとんどないです。不意にぶつかった頭とか今手が当たっちゃったぐらいですね。お、やばい、この角度取ってなかった、うかつでした。いやちゃんと残しておこう、なんか燃え上がってる、なんかワカメみたい、ワカメって言っちゃうとあれかチープだな。はい、じゃあね、まあ、ここら辺でね今回のセルソさんのね植物観察ですね、非常に綺麗な状態だったので残しておきました。ご視聴いただきどうもありがとうございました。